ケビン・ウィリスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身。NBA で活躍したバスケットボール選手。長く現役生活を送り44歳までプレーした。ミシガン州立大学在籍。1984年の NBA ドラフトで一巡目、全体11番目にアトランタホークスに指名を受ける。チームメイトのドミニク・ウィルキンス、スパットウェブ、ドックリバースと共に、 チームの主力となり、ホークスには1994年まで在籍した間、プレーオフにもたびたび出場した。1992年には1試合平均15、5リバウンドを記録し、デニス・ロットマンに次ぐ2位を記録して、オール NBA サードチームに選出された。また NBA オールスターゲームにもチームメイトの、ドミニク・ウィルキンスと共に選ばれた。 その後はチームを転々とし2003年にはサンアントニオスパーズに所属し NBA ファイナルで優勝を経験した2006から2007シーズンまでプレーした2007年4月2日にダラスマーベリックスと契約しレギュラーシーズン最後の5試合に出場したがプレーオフでは出番のないまま第1シードであったマーベリックスは1回戦で敗退した プロビデンススティームローラーズのヘッドコーチであったナットヒッキーが1948年に45歳と363日で1試合だけ出場したことはあったが2試合以上出場した選手としては彼の44歳での出場は NBA 記録である。これまではバスケットボールで遠藤入りを果たしている。 ロバート・パリッシュが43歳の時の1996から1997シーズンにシカゴブルズから43試合出場したのが NBA 記録であった。彼は NBA20 シーズンで通算17,253得点、11,901リバウンド、1,328アシストの成績を残した。ありがとうございます。